ショーヘテリーゲリラプレゼント企画。はい、こちらの条件を満たすと、エアメンマンコラボスミレグラブ、ショーヘテリー T シャツ、バッティンググローブプレゼント。スミレグラブはなんと 500g 以下になります。軽い、軽すぎる。ショーヘテリー T シャツにバッティンググローブをプレゼントしよう。皆さんコメントお待ちしております。はい、はい、どうも、ヨトです。ちょっと今日は、タイマーの室内練習場を借りて撮影しています。今日はちょっと早めに、ちょっと巻きで撮影したいので、ちょっと、早く紹介していきたいと思います。はい、はい、今日はこちらを使っていきたいと思います。何これ？イレギュラーボールですか？イレギュラーボールですね。でかい方もあるんですけど、自分はちっちゃい方がいいなって言ってちっちゃい方買いました。何これ？これで腰とかをグリグリするの？違うゴールとか投げてもらって、そのイレギュラーとかその反応とかグラブさばきよくするっていう気合になります。なるほど。これ結構売ってるんですか、その辺に？あ、売ってると思います。ドンキ売ってんのかな。でも他のスポーツショップだったら大体置いてると思います。あ、なるほどね、はい、じゃあそこで購入して練習するのもありだよっていう感じですか？はい、はい、それではやっていきましょう。ゴー。はい、いや俺にしろ、俺に取れねえから、まあ、そんな感じに超リギュラーってどんどん。はい、すぐすぐ、昨日誕生日のヒロトさん、誕生日、はい、誕生日ノック、はい、誕生日ノック OK、 はい、家から OK、 はい、あ、はい、元気、はい、うまい、はい、あれ、でもうまくいっちゃってんな、はい、ゴー、はい、21歳、大丈夫21歳、大丈夫。あとはね、ちょっと、ぜーぜー行くよ、ぜーはん行くよ、はい。よし、整えていきよう。
下がってる下がってる下がってる、なんかすげえ遠ざかってるよ。ダッシュダッシュダッシュ、というわけで今日はこちらのリギュラーボールを使ってきました。まあ、最初は結構ポーンって結構跳ねる感じがあったんで反応はできてたんですけど取りはしなかったって感じですね。で普通のボールに変わって途中なんかアメリカンみたいでしたけど普通のボール取ってて取りやすかったです。なんで試合前というのアップとかに使えるのかなと思いました。打球の反応にね。そうです、反応視覚とかあるじゃないですか。その四角とか丸とか三角、四角とか丸とか三角じゃないです、四角とか聴覚です。あ、そういうことですとかあるじゃないですか。はい、まあその四角のトレーニングになると思うので皆さんもぜひやってみてください。値段はいくらぐらいですか？値段は多分1000円いくかいかないかです。おお、手頃にゲットできるんで皆さんもぜひやってみてください。自主トレにいいね。ほんと自主トレにいいです。はい、というわけで今回の動画は以上となります。こちらの狭山の室内練習場の連絡とかは概要欄に載せておくので、その借りたい方はぜひそちらの方から連絡してください。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。You're not